チェス、ゆうせです。現在朝の9時、デスバレー国立公園にやってまいりました。今日はキャンプ場で荷物を1日置いて、ソーラーで充電しつつデスバレーを観光していこうと思います。荷物が身軽になったからね、サクサクいろんなところを見ていこうと思います。このキャンプ場周辺に見どころが結構集まっているということで、いろいろ見ていこうかなと思います。デスバレー国立公園はなんとアメリカ一広く、北米大陸一標高が低く、世界一暑い場所として有名で、なんとこのキャンプ場のオンシーズンは10月から4月という、それ以降は暑すぎて立ち寄れない場所となっております。どういうことやね。去年はなんと54度を記録したのかな。54度はもうほんと干からびちゃうよね。そんなデスバレー一日、今日じっくり回っていこうと思います。いろいろ見どころを紹介できればなと思います。では行こう。バーネスクリークビジターセンターです。ここが出発地点、ここから観光していこうと思います。ではレッツゴー。おお、昨日ここを通って今はそこに、多分こっちからつけてる。見えてきました、バッドウォーター。ナチュラルブリック毒はないけど、しょっぱすぎて飲めないらしい。だからバッドウォーターというらしい。日差しが刺さる。なんかつい4日ぐらい前までさ、氷点下6度ですね、寒いとか言ってガタガタ震えてたのに、何なんだこの差は。おお、ちょっと思ったより高い音が鳴る。アーティストドライブ、まあ、なんか景色がいい、アーティストのドライブが楽しめるらしい。ふと立ち寄ったハイキングルートだけど、
見えてきました。アーティストドライブの最大の見せ場。意外と遠くから見た方が綺麗かもな。これで今日のデスバレー国立公園自転車ツアー最終ポイントです。あとはキャンプ場に戻ってゆっくりしようと思うんだけど、他にもね、これから、キャンプ場で仲良くなった人にちょっと連れてってもらう場所があるのと、昨日ね見たデスバレーの観光ポイントもあるので、それも最後にいくつか紹介しながらお別れといたしましょう。以上、デスバレー観光ツアーでした。ほいじゃね。いやいや、that white road. Yeah. Yeah, that's good. I'll just walk out.あ、おお。Let's get you out of the way.よいしょ。はい。ああ。ああ。おお。おお。Beautiful, huh? Beautiful.Now. Mm-hmm.
ゆうせいのチャリンコ世界一周の旅、まだまだ続いていきます。チャンネル登録と通知をオンにして一緒に旅行を楽しもう。